そういうことなんですね。だこれは私の経験感を書いてますけど、オベディエンスですね。トゥペアレントですね。想像できないくらい。even to the point that you could not imagine ですね。で、ペアレントはね、アブソルートライツっていう絶対的な権力を持ってるんですね。もし間違ったことをしても、even if they are doing wrong or even nonsense ね。children must obey って従わなきゃいけないね。そういう。だから、まあそういう、これがトラディションですね。で、ここで言ってるのが、helpful for maintaining social order っていうね、社会秩序。まあ、もっと大きく考えると、それが例えば国であれば、国を治める社会秩序、それが世界であれば、ワールドオーダーって言いますよね。だから、武士が好きに好んで使ったニューワールドオーダーですね。今、さっき説明した中国の習近平がニューワールドオーダーであろうとしてるんですね。ということですね。まあ、こういうふうなことは、どこまでそれをこう、なんていうかな、2500年前の教えを守り通すか、不合理なところをね、守り通すかっていうことですね。それトラディションを大事にするのか、それともそうじゃなくてですね、新しいニューワールドオーダーを大事にするのかっていうところがあるんでしょうね。で、ニューワールド、新しいものをどんどん追っていくと、やっぱりそこに威厳とか権威とか、ディグニティがなくなっちゃう、矜持がなくなっちゃうということなんでしょうね。絶対的な自信っていうのはやっぱり昔のやってきたことをそのまま踏襲するっていうことによって絶対的な自信。だから天皇なんかの場合は2000年こうずっと続けて、もしくは2000年以上かもしれませんけど、ずっと続けてきたっていうことが、もう絶対的な自信を天皇家は持ってるんでしょうね。それはだから、なんていうのかな、何が正しいとか正しくないとかじゃなくて、例えば孔子でまとめたその論語にしても、公教にしても、その前の1000年2000年の言葉をまとめて、2500年前まとめたわけですから、結局なんだかんだ言うと5000年ぐらいのその言葉が続いてるように私は思うんですよね。だから天皇家にしても2000年とか3000年そういうふうに続いてるってことは、当然そこにはですね、物事を考えてやっぱこれがいいんだと決めてきた、その決める前、2500年前に決めた時の、その際に1000年、2000年前の集めたことを書き下したわけですから、それをやっていけばいいんだと。ソーシャルオーダーとかワールドオーダーを維持してメンテンするためにはいいんだということで、彼らは書いたわけですよね。それを、例えば、さっき言った夫婦の別って言ったの、別って何なのかっていう、この深さっていうのをですね、やっぱり今の現代の人は、もう一回深く考える必要がありますよね。で、次はですね、これは存続殺人、The Killing of the Immediate Family、 存続殺人、アンコンスティテューショナルだというね、そういう判決があったんですね。で、ペアレント・チルデンが become equal になったんですね。で、ノーフィリアル・ピエティですね。or respect in modern Japan ですね。そういうことがあって、で、あとですね、この、リスペクトっていう、日本語で言う、中国で言う、孝行の孝ですね、リスペクト。というのはですね、もともとですね、敬うではなくて、慎むだったんですね。それをですね、これ英語で説明してるんですけども、Original meaning of respect was to abstain and to show courtesy。 Being revealed as propriety。 これ僕が書いたんですけどね。だから、show courtesy、 礼儀正しさ、慎む。慎む。
だから、アブステイン。敬うじゃないって。一生の言動動作、慎んで、この慎んだものが外に現れたのは礼だ。リスペクト。だから言い方変えれば、そのリスペクトっていうのは、ベネボレンスですよね。アブステイン、ベネボレンスですね。show quotity, being revealed as propriety, 例として現れてますね。で、バージュは、このバージュは、インペラルレスクリプトオンエデュケーションを廃止しちゃったんでね。まあ、なくなっちゃった。で、ファミリーハーモニーって成果ですね。家を整える、ファミリーハーモニー。まあ、これは、本来、not only refer to the wife, but also extended families, all families. まあ、私はここでは、まあ、ワイフのことでもって象徴してますけどね。いずれにしても、rethink the meaning of filial piety ということですね。それからですね、これは、いい英語ですね。優しい問題を難しくしていないか。How we complicated simple things. Have we complicated simple things? Complicated simple things ですね。で、答えはその次に書いてあるんですけども。The most important thing is to show filial respect to our parents ですね。これね、最初に思った時はね、違和感あったんですよね。で、最も大事なことは、両親を大事にすることなのかっていう。ということは、これ、蛍の光なんですけどね。身を立て、名を上げってやつね。要するに、家を辱めないっていう。だから、先祖代々続いてきた家の流れを辱めないために、あなた努力しなさい。だから、戦前の人は子供は総理大臣になるとか、大将になるとかって言ったわけですよね。今、野球の選手とか言ってるみたいですけど、そういうふうな、こう、なんていうのかな。身を立て、名を上げというところが、まあ、両親を、家を大事にするっていう、そういうファミリーですね。で、それが一番大事なことなんですよ、という。だから、まあ、そのトラディションがいいかどうか別にして、まあ、家を両親を大事にするってことは、切磋琢磨しなさいっていうことなんですね。だから、粉骨砕身して日々努力しなさい。1分1秒大事にして生きていきなさいっていう、髪の毛1本も親からもらっても粗末に扱うなって、そういうことですね。まあ、そういうふうなことをですね。だから、まあ、そういう教育はなくなっちゃったんですよね。だから今の子供は親を大事にしますよね。本 当ひどいもんですね。私も全然大事にされてない。で、次はそういうふうなことですね。そのことを言ってるわけですけど、メンシャセン。ね。パスオブデューティーライズインワットイズニア。ね。道って言ってますね。義務の道ですね。やるべきことの道っていうのは、rising what is near and men seek for it in what is remote. 遠くにそれを求めて。men seek for it in what is remote.、ね、work of duty. 義務としてやるべきことは、rising what is easy. 易いなのにもかかわらず、men seek for it in what is difficult. 難しい。敵を求めると。靖国にあるのに、靖国にあるのに、敵を求める。ね、それから、If each man would love his parent and show the due respect to his elders, the whole land would enjoy tranquility. 平穏ですね。tranquility. due respect, 相応の尊敬 to his elders.まあ、親を大事にして、年寄りに対して相応の尊敬をするっていうことが、その世の中を
平穏にしていく。エンジョイトランクビリティ。天下平らかなり。はい、皆さんこんにちは、運野です。今日はですね、運野塾 の、 研修のプログラムをご紹介したいと思います。で、まあ、こういうふうなホームページありますけれども、ぜひですね、一度中身をご覧になっていただきたいと思います。今日はブーキューブさんのスタジオに来て、まあ、この収録をしておりますので、中身はこういうふうになってて、今最近ホットなね、グローバルリーダーの定義など書いてあります。で、特に経団連が作成しました、まあ、留学すれば英語ができて専門性を持つというだけではですね、グローバルリーダーになれないと。ここに書いてありますようにですね、仕事ができる、専門性を持つ、英語ができるだけじゃなくてですね、私どもの塾ではリベラルアーツということ、それからもう一つは孫子の兵法、さらにはですね、日本の歴史というものを合わせて教えることによって、皆さんが海外の欧米の方々と、もしくは華僑圏の方々と正々堂々と渡り合えるような人物を育成しようというふうなことを考えています。ここに次のスライドが出ておりますけれども、ここに書いてありますのですね、さらに、私どもの運の塾の中身についてましてはですね、欧米の資料しか使っておりません。また実際に運の塾は英語でやっておりますので、まあ、英語の講師がこう話しておりますけど、隔週はですね、日本の歴史をまだ教えてますので、各週の午後はですね、日本のプログラムをしております。で、以前はこれ有料だったので、今はですね、実際に会場費も取っていただいておりませんで、毎回5000円ということで、朝9時から午後5時までやっておりますので、ぜひ皆さんですね、ご検討の上ご参加いただければと。まあ、英語のできない方もですね、各週の午後こういうふうな検証をしておりますので、ぜひご参加いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、ここにさらにですね、グループ討議とか実務の勘どころを教えるって書いてありますけど、まあ、実際には私が10年ほどですね、欧米の新聞とか雑誌等をですね、集めてきた、もともと英語のベースでございますので、そうしたものをですね、50セッションのテーマに分けて資料を作成しております。まあ、そういうことで、世界のオペレーション、もしくはカントリースクールも含めてですね、しかも世界のトップの方々に対してもいろいろな分析とか洞察をしてですね、議論をしております。そういったことも含めてですね、今後ともよろしくお願いしたいと思います。以上で私の挨拶を終えますが、まあ、今回のこのビデオの収録にあたってはですね、VQ さんのスタジオをお借りしてですね、お時間を頂戴して、まあ、このビデオを作成させていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。